湯部しとは、柚子ないしくるみを用いた、加工食品あるいは、和菓子の一種。原平の時代に生まれたとも伝えられる。菓子というよりも、保存食、携帯食に近いものだったとされ、時代とともに、現在のような菓子へ変化したと言われている。現在では、珍味に分類されるものと、和菓子の一種に分類されるもの、その他のものに分けられる。また、江戸時代には、 徳川家にも賢汁などの献上品として扱われることもあった。全国各地で様々な形状、味のゆべしが存在している。製造法も異なり、千差万別である。珍味のゆべしゆずの実の上部を切り取った後、中身をくり抜き、この中に味噌、山椒、くるみなどを詰めて、切り取った上部で蓋をする。そして、これに藁等を巻いて、 日陰で1ヶ月から半年ほど乾燥させる。食べる際には藁を外して、適宜に切り分け酒の魚や、ご飯の副食物として用いる。古来から、ある料理で、江戸時代の料理書、料理物語には、趣向として湯べ氏の製法が記されている。現在でも静岡県浜松市等の山間部、和歌山県田辺市隆人村、愛媛県松山市や奈良県戸塚和村、長野県天竜村、 岐阜県伊な市、島根県松田市などで製造されている。くるみゆべ市東北、北関東近辺のゆべ市は、主に西日本で主流とされるゆずの菓子ではなくくるみのもち菓子となっている。ゆずの産地から距離があり、材料として使われにくかったため、材料として入手しやすかったくるみを入れる。江戸時代以前、くるみは貴重なタンパク源と脂肪分だった。くるみのものはその油脂分から、 油べしとも表現されることがある。またそれとは別に宮城では柚子を練り込んだ、柚子べしやずんだを練り込んだものも販売されている。味付けは醤油、または赤味噌をさらに発酵させた黒味噌などがメインです。砂糖や黒砂糖、古くは水飴の甘みにより甘いものになっている。主に三種類に分類される。東北から北関東にかけて棒状のクルミ湯べしや ごまゆべしを切ったものが食される。餡をゆべし生地で包んだ三角のまんじゅう型ものが広く知られている。福島県で単にゆべしというとこちらを指す場合が多い。三角型同様に福島県内で見られる形状で波打った円形状のゆべしにくるみなどが乗せてある。例外として、 福島県奥会津地方では25センチメートルほどのかまぼこ型に彩い箸などで2本の筋を成形し、山椒の皮の粉末の入った餅菓子である。製法としては霧船所と同じで、もち米粉に岩手方面の霧船所からの派生、名称の根校と思われる。柚子の実の上部を切り取り、そこから中身をくり抜いて柚子釜を作り、そこに柚子釜、ち米粉、 砂糖などを混ぜたものを入れて蒸したもの。岡山県の旧備中国は、柚子の産地であったため、高橋市とヶ影町で江戸時代から地元産の柚子を用いたゆべ市が製造されている。岡山県のゆべ市は形状が様々なのが特徴である。高橋のゆべ市には、薄い平板状のもの、薄い棒状、紐状のものを結んである形のもの、サイコロ状のもの、 また、常日の丸湯べしなどがあり、やか影の湯べしには羊羹を用いて、丸湯べしに類似した形状のもののほか、紐状のものを結んだ形のもの、常日の畜生湯べしや丸湯べしなどがある。高橋の湯べし、編集ゆず、ち米粉、水飴、砂糖などを用いて製造され、餅のように柔らかく、もちもちとした食感である。表面には砂糖がまぶしてあり、薄黄色。 白っぽい色をしている。土産菓子としてだけでなく、地元では健康食品としても親しまれている。かつて、備中松山城下に居住した小堀演州が、考案したとされる。現在も県内産、特に高橋市内産のゆずが使用される。派生として、味噌風味の味噌ゆべしなどもある。また、同地には、ゆねりというゆず製品も存在する。やかげのゆべし。 編集柚子のヘタ付近を切り、中をくり抜き、その中に柚子風味の羊羹を練り込んで蒸した独自のもので丸湯べしに類似している。羊羹の代わりにあんなどを入れると、現代風にアレンジした派生品も存在する。他にも高橋風の湯べしや味噌湯べしなども製造されている。江戸時代から名物として知られ、八陰は山陽道の中でも大きい宿場町だったため、 他にも、作家の武者の工事さねやつも好んだという。ヤカは、高橋に比べると、規模の小さな町であり、以前は、多くの、ゆべし、製造お菓子店が存在していたが、現在は、数店舗のみの営業である。しかしながら、様々な形のゆべしがあり、独自のゆべし文化が根付いている。柚子の皮を刻んだものと、もち米粉、上新粉、白味噌、 醤油、砂糖などを混ぜて蒸し、竹の皮に包んだもの。棒ゆべしの代表的な産地には、愛媛県西条市がある。牛皮や羊羹に、柚子の香りをつけたものを、ゆべしと称する場合もある。柚子の皮を調味料と一緒にじっくり煮詰めたもので、伝統的な郷土料理。調味料は、醤油や胡椒、砂糖や塩など味によって様々である。ご飯やお茶漬けのおかずとして、 食べたりする。主な特産地は、徳島県や長崎県壱岐市など、長崎県の壱では、柚子の皮だけを煮たものを湯べしと呼び、薬味として用いる。一般的な家電、壱岐べしの製法は、まず柚子の皮を薄くむき、粉砕する。醤油を加え極弱火で加熱し1時間煮て、昆布の出汁と砂糖を加えさらに2時間煮る。仕上げに調味料を入れて30分ほど煮て完成する。 ありがとうございます。